準備期間はあまり取れなかったけど、上出来だったんじゃないかしら。はい、来てくださっていた方々に私たちの魅力を十分に伝えられたと思います。先輩のスピーチ素敵でした。あの短時間に私たちの活動内容を正確に伝えていらして。全然わかんなかったよ。堂々としててかっこよかった。今日来てくれた子たちってさ、中学生だよね。可愛かったな。うん、はるかちゃんの子供時代にはかなわない。かなちゃん、本当に妹ちゃん好きだよね。ことあるごとに押してくるよね。海外から来た子もいたね。入学してくれるといいな。きっと素敵な思い出がいっぱいできるよ。もしかしたら今日来てくれた子たちの中に将来同好会に入ってくれる子もいるかもしれないね。もしそんな子がいたら、かすみんがスクールアイドルの何たるかを手取り足取り優しく教えてあげますよ。ビシビシ厳しくするんじゃなくて。かすみちゃんは率先して先輩風吹かせそう。むしろ出る杭は打つ的な。ちょ、この何より可愛くて誰より優しいかすみんがそんなことするわけないじゃないですか。学園のみんなは意外と見る目なかったみたいですね。ありがとうございます、先輩。やっぱりかすみんは先輩が大好きです。9人中4位、微妙ですよね。真ん中よりは上だけど表彰台には登れない。まったく、こんなに可愛いかすみんの魅力に気づいてない人が多すぎます。次までにかすみんの魅力をもっともっと広めていかないと。絶対一番になってみせます。可愛いだけは、可愛いだけは絶対負けるわけにはいかないから。